こんにちは。こんにちは。多分見れば分かると思う。大阪西のオーリーマスター高澤玲君です。はじめまして。誕生でございます。もう今や日本一オーリーが高いという高澤君、ついにコラボで。コラボで。お願いします。お願いします。せっかくオーリーが高いという共通点があるから、はい、ちょっとオーリーについてお話をいろいろしていこう。そうですね。ちょっとそもそもね、俺一個ね、クレーム入れたいことがあって、ちょっと待ってこのさ、この身長差ですよ。これね、レイだけじゃないんだけど、すごく迷惑してて僕は。オーリー高い人イコール身長高いみたいなイメージが勝手につけられてて、はいはいはい、でも俺さ、いろんなとこ行くじゃん、そうするとさ、オーリーが高いから多分身長高いみたいなイメージもついてて、意外とちっちゃいんですね、これ。そんなんやなんか。そう。いやこれね、オーリー高い人の総身長のあれだから、すごく迷惑してるんですよ。いや、でも逆もあるっすよ。でかかったらそれは多分止めるやろうが言われちゃうから。なるほどね。いやけどそんなことないっすよ。そうだ、実はね、身長あんま関係ない。そうだ、関係ないっすよ。まあ僕、実際180ちょっとぐらいしかないと思う。レイはいくつあるの？僕今190みたい。すごいよ。でもまあ関係なく2人ともオーリーが高いんでね。僕もともとオーリーめっちゃ苦手なんですよ。ああめちゃめちゃ苦手で、で一緒に滑ってる子がめちゃめちゃオーリー上手やって、それは悔しかったんですよ。それでひたすらオーリーやってたら気づけばなんか高くなってたって感じなんで。あ、そうなんだ。スカラっていうのがあんまなくて、縦コーン飛べてよしってなったらどんどん縦コーンの上に缶コーヒー置いたけど、ほんまにどんどんでかくしていって今にも当たってるんで。あ、そうなんだ。そうなんですよ。なんかいきなり高くなったわけじゃなくて、意外な、やってた。意外だね、結構。でも若干かぶってて、なんか僕もあんまりオーリー得意じゃなかったから。そうで、僕も近くにオーリーが高い先輩がいて、それをずっと見てた側のタイプだったから、なんだろうね、コンプレックスかな。やっぱコンプレックスあると思う。あるよね。なんか自分だけなんでこんな低いんやろみたいな。だからこそやってやろうみたいなのもあったかもしれないね。そう、ほんまそれです。気づけばなんかオーリー高いねに変わってたっす。うん、わかる。すげえわかる。で、あ、俺って高いんかなと思ってコンテストが出たら負けたこともあるけど、やっぱりこう上位に入るし、優勝者とかもあったし、気づけば世界日本記録とかの記録が見えてきて、まあチャレンジするしかないでしょみたいな。なるほどね。ほんまそんな中で、まあやっぱ同じなんだね。僕もそうだったもん、はい、エレメントラルオーリーコンテストあったじゃないですか、インターサイルの、はい、あれの時、あれぐらいまで多分オーリーコンテストとか全部避けてて、自信がなかったっていうか、そんな高いと思ってなかったから、出る前から今日取りに来たんでしょみたいな。取れちゃったみたいな感じなんで、実は。いや、あれの映像めっちゃ見ました、YouTube。いやいや、ありがたいことに。見てない方がいいです。ゲラコータ、オーリーちゃんとかで出てくるなんて。ちょっと貼っとこうかな。概要欄に。意外とね、そんなにオーリーを高くしたいっていう意識は実は僕らないんで。なかったっす。なんなら最近、もっと高く飛びないと思った。最近ね。最近です。記録のために。記録のためにやってる感じだった。けど結構お互いオーリーのやり方全然違うから、そうですね、なんかそこの違いをね、そうなんですよ、人それぞれやっぱ違うから。違いますね。絶対共通してるところがあるよね。意外な点も絶対あると思うね。せっかくだしオーリーをこう、うん、何個かやって、とりあえずやってみて、とりあえずやってみて、はい、なんかまあ視聴者に比べてもらうなり、比べてもらう、自分たちでミッション作ってやってみようよ。そうです。やりましょうか。じゃあやってみようか。じゃあお願いします。で、クイックオーリーとか得意？どんなクイックっすか？いや、まさに。ああ、そういうこと。これぐらいならまだいけます。ね、いけると思います。楽しめるやつ、はい、でもこれは多分いける。いけると思います。
飛べてないよ、俺だけよ。まさか、まさか。うわ、嘘やろ。俺苦手かも。うお、え、これ結構やばない俺。あれはね、逆に見えちゃったからカットかな、これ。うわ、意外だったわ。でも意外と知れたクイック苦手。俺多分一っちょこまに行けるはずいてたけど。普通に飛ぶか、普通に飛ぶか。全然高さが違うな。クイックオーリーでやらかしたから。クイックオーリーでやらかしたから、これはいくかな思って。高さはね、多分そんなないんです。タイミングが高さ見にくい。タイミングがずれてる。なんだ、スピードつければ大丈夫かな。スピードっていうタイプなの。あ、スピード、スピードどうやったら高さが出るかってあんまり考えない。気合いです。あるね、やっぱね。僕の立て込むなんて、これさすが。でも僕これぐらいのものだったら、うん、スタンス狭めるっすよ。ほんと、はい、なんか狭めるんだ、やっぱちょっとだけ、ほんまちょっと、うんうんうん、気持ち。へぇ、オーリーか。スタンスとかも気にしたことないな、あんまり。もうフラッと出るときは、うん、まあ、ピッて4本見えるぐらいなんですよ。もう強めであって、軽くやるんですけど、うん、ちょっとだけ高くするときはやっぱり反応早い方がいいから、真ん中ぐらいにしたら立ち上がりが早いです。ってやってます、僕も今それやりましたよ。じゃあもう企画変えてオーリーハウトしてもらおう。でもあんまり意識してないんだよね。結構こんなんでやってるからね、俺。そう、でもあとこんなに狭くないんですよ。うん、あんまり狭くしたりしないと。後ろ足とかも手でギリギリとか、そんなことも。後ろ足もあんまり、だいたいこんなもんかな。もうこんなんでもう。ああ。僕、多分、ちょっと後ろ足の端っこに置くっすよ。あ、そうなんだ。端っこの、ちょっとだけ。今だ、こうだけど、今これぐらいやったけど。うん。僕、ちょっとだけ出すっすよ。マジ？変わるかな？いや、わかんない。でも力の入れてる多分位置も人それぞれ違うよね。違います、ね。いや、分かんねえや。何入れても。あと何かあるかな、幅。幅。幅。これ。これいきますか。どっち行く？どっちでもいい。この辺から変わるんですよね。そうほんまやったらここがないからいけるけど、ここがあったら意外と繊細だからね。意外と繊細ですね。タマチのボックスを思い出した。スピードつけて変な角度で板乗ってから飛ぶんだけど、あれスピード足んねえみたいな。攻撃ですよ。ちょっと似てるかも。そっからのスピードじゃ、あのあれ降りた瞬間からさ、あ、やべえスピード足んねえかも。ああ、思った。スピードコース、ペン弾けない。この瞬間。そう。
たってたってすごくない？よく言ったね。いや、そりゃ先輩先行ったらもう絶対意地でもいいかなと思って。当たってたよ。あれ、やっぱりオーリーは気合です。結局気合です。でも先輩が先行ったら自分も行かなあかんっていうのが、それもあるよね。あれで高さ変わるっすね。なんかもう久々にこんなでかいの本当。しかもいきなり喋りながら、ほんまに20分ぐらいアップしてからやるもん、やるもんやね。すごいんだよ、この風の音が。とは風の音がちょっと今度さ、室内とかでさ、大田が俺行った時とかでもいいからさ、もう一回やろうよ、オーリーの。やりましょう。ちょっと今回は、取るものもない。取るものもないし。ちょっと次やってほしいものとかもコメントにください。お願いします。もらったコメントに答えていくとか。じゃあ実践して。いいですね。で、また坊ちゃん来てもらって。そうですね。お願いします。お願いします。ちょっとこんなところで今日は終わろうかな。はい、なんか、例のオーリーの話をちょっと聞けたからよかった。いい。面白かった。ありがとうございます。ちょっとぜひチャンネル登録と、はい、お願いします。高評価と、はい、あとレイの方でもちょっとレイの今あのオーリーを今度、はい、僕のチャンネルにも出てるので、ユージ君に徹底解剖してもらって、はい、もうさっきそちらにやってもらったんで、ちょっとこれでみんなオーリーの方であげといてください。よろしくお願いします。